派手だな。ただごとじゃねえんだ。よろしくお願いします。 TWICE さんが転校してきたっていう内容です。네학원을한내용이고요이번에는 TWICE 씨가전학생으로온컨셉입니다어진짜대박아すごい아노こんなにいっぱい撮らなかったの初めてです、ドラマで見てる感じの学校のなんか雰囲気がします。私は小学校から高校まで同じ学校だったので、やっぱり違う建物っていうか違う学校に入るっていうのはなかなかなかったので、不思議な感じがします。全然違います。初日本へ戻りかね、올때마다열심히활동하고팬분들만나면서벌써몇년이지나가지고근데그만큼아직도너무많이좋아해주시고저희이제는좀더많이알아보시는것같아요아무래도홈백같은데나그래가지고그래서좀신기하기도하고앞으로더열심히해서빨리도쿄도에서해야지않을까 네열심히해야죠結構友達とかもチケットが取れなかったっていう子が多かったんで、もっともっとたくさん公演してたくさんの方々に会いに行けたらいいなと思います。頑張ります。私は先生じゃない、あ、学生です。お久しぶりです。오늘은저희한테첫번째일본광고촬영인데요굉장히신기하기도하고아까부터멤버들은저기까지셀피용주고셀프타임아아시아시가ホンドに学生かたすみだ。학생됐으네굉장히너무감사한일이죠너무그래도원스덕분에그렇게많이생활해주시기때문에저희가투어까지도하게되고광고도이렇게찾아와주셔서너무저희가감사합니다힘내셔はい、ありがとう。あかん、あかん。이건아니고、조금오랜만인데、그래도뭔가、저학가봤었거든요。그래서뭔가그때전학갔을때느낌이있네요。뭔가다새롭고、되게설레고、긴장되기도하고、약간뭐두려운반、설레임반그런느낌잘표현할수있을것같아요。6개월밖에안됐는데、이렇게또좋은기회광고촬영도주시고또많은스태프분들이같이이렇게되게잘도와주셔서수월하게촬영할수있어서너무너무좋은환경감사하고앞으로도일본활동열심히할게요그래까라모간마리마스
계셔서 빨리 끝내야 될 것 같은 느낌적인 느낌입니다. 감사합니다. 안녕히 가세요. 私たち TT ポーズして光栄でした。頑張ります。真剣に最高まで。結構動きたいから。一番困る今時なかったですね。もうずっとずっともうよくしていただいて、ご飯もすっごい美味しくいただきました。ただごとじゃねえんだ。